最高クラスの店長とかまで行くとな5000万とか。 新卒で入って海外の国の事業責任者になったりとか学歴とかもう全く関係ない柳井さんから学んだこととはなど柳井さんは経営者柳井正を頑張って演じているわけですね店長さんの退職率が高止まりするっていう時期があってなるほど1000人の店長と本当に全員とお会いされたんですね<ー>店長の中には本当に難民らを流してしまう方が1人や2人じゃない、まあ、周りから見てると辛そうでしたけど辛くなかったですか辛、まあ、<う>辛いか辛くな ないかで言ったらですね。ちなみにまあ中途で来られたじゃないですか。はい、その年、ね、年収的なものは下がったりしないんですか。皆さん。その前職の方が良かったよみたいな。<え>僕は上がりました。<え>一応あのー、大企業ですけどね。一つ。どっちかというと大企業だったので、逆に日立の方が。こうせり上がってくる感じのこの曲線を描く手前だったで。あ、なるほど。はい。そういう意味で上がりました。あまあ、僕もあのー。 えっと、2年間新卒で入った会社を辞めて、まあ、あの、入社したので、まあ、第二新卒みたいな形だったんで、はあ、まあ、ほとんど変わらず、<あ>まあ、もともとその、そあの、新入社員で入った金額が低かったんで、まあ、そこからあんまり変わらない金額で入社しました。ジンさんは 私、あの、まあ、人事部にも、えっ、ー、と、おりましたので、そのあたりの背景のからくり、よく知っているんですけど、えー、競争力のある人材を採用するというコンセプトから、基本的にはですね、当時中途で人を、えー、採用する場合は、前年度のその方の年収は維持するっていう方針がありまして、えー で、その金額でスタートし、その翌年以降は完全実力主義でどういうあの評価になるかは、あの会社での頑張り次第という、そういう、ある意味では分かりやすい採用の仕組みを持ってました、ね。でね。でも、マッキンゼ、ボスコン、P&G から取ってるってことは維持できてる。 そうですよね。年収でうとその辺ってどれぐらいになりますいや、だからまあ、ユニクロの場合、まあ、ホームページに書いてありますよね。全部ね。この、この、あの、<laughs> マネージャーだったらいくらってね。おっしゃるとりですね。あの、ユニクロ全部書いてるす。<え> <laughs> 一時期そ、それこそまさに人事部にいた時にやった戦略なんですけど、まあ、洋服屋としては、え誰もが驚くような金額を払わないと、驚くようなやっぱ企業になれないし、そういった人材が取れないでしょうと。<ー>やっぱそこら辺の柳井さんのセンスっていうのは抜群で、 なので、なんか、やたらめったらお金を積んで人を引き抜くっていう、そういうイメージというよりはですね、本当にその方のような才能を社内に引き込むためには、やっぱり我々がグローバル水準の給与に近づいていかなきゃいけなくて、本来日本の給与水準が低すぎるんだっていう発想なわけですね。なので、あの、かなり、えびっくりされるような、 えー、多分ホームページでユニクロ年収とかでやると出てくると思うんですが。例えばですけど、数字いただいてもいいですか当,当時のやつでも。<laughs> 多分、例えば店長とかのや、ま、役職で大体ね、もうあの、要するに誰がどうこうというか何年目とかじゃなくて、なんか店長だったらこれぐらいとか、あネイジャーだったら大体決まってるますよね。多分店長は普通1000万とかいきますよね。全,全然、あのと、あそこでオープンにしてたのだと、うん、全然1000万の店長いらっしゃって。だから店長って僕らが思うイメージとちょっと違う。大体1000万超えへ店長で1000万ぐらい。<laughs> あの、今あるか分かんないんですけど、スーパースター店長とか、スター店長と<え>みたいに、店長の中でもグレードがあって、はあ、でも最高クラスの店長とかまで行くと、5000万とか。え マックスでもらってる方が、小売りの店長って僕らが思うイメージではなくて <laughs> <え>も、多分普通の会社自体は支社長とかのレベルですよね、もらってる額で。店舗がやっぱり一番大事な場所だっていうのは変わらなくてですね、やっぱり店長も活躍して、たくさん給料をもらえる会社に、まあ、あの、したいっていう、まあ思いがあるので、まあちゃんとその店長にも給与という形で、まあ報いるっていうのもちゃんとされてましてし、いいうん、まあいろんな中途で入ってくる方もいらっしゃるんですけど、一方でその新卒で、 入って、で、あのー、海外の国の事業責任者になったりとか、あと、アルバイトで入って、えっ、ー、と、店長になって活躍される方とか、<お>そういう方もたくさんいらっしゃってですね、私も<ー>、なんですね、学歴とか、そういうのはもう全くその、入社した後、もう全く関係ない、形で評価される。<ー>まあ、要は、なんか今まで何してきたかとかっていうよりは、もう本当に今、あなた何できるんですかっていうところで、本当に評価される。 会社だなっていうのは感じてました。新卒で能力あるけども、学歴があっていうの関係なしにな。はい。ね、もう、年収が高いですから、結果的にエリートの方もたくさん取れちゃうけど、どそれと、まあ、その、いわゆる、叩き上げの人が同列。も<う>同列,同列、ねはい。もう、とにかく、その、まあ、お客様のためにいい商売をしようっていうところを目標に、まあ、みんなでやってるっていう。そういう会社です。すごくないですか、えー、こんだけ人材にも、 かりお,お金をね。出して。そうですね。で、はい、自分もまだまだそれが、<laughs> 信じらんないですけど、これをこうやっててあるんだったらわかりますけど、ちゃんとね、解放して出してるからして、どうなっちゃってんのって話です。いや、まあ日本だと珍しいんですよね。ここ数、10年、20年でできた会面の中で、ここまでいった会社ってあんまりないですよです、ね、グローバルで。うん これは学ぶべきところが多いかもしれないね。うん、さあ続いていきましょうかテーマ2です、はい。柳流経営術ということで柳井さんから学んだこととはなど。 お伺いしたいんですけど、ジンボさん。そうですね。あの、まあ、今、私がや,やらせていただいている事業にも、あの、繋がってくるんですけど、心に火を灯すっていうことが、えー、経営をする上で何よりも大切なんだっていう、こういう考え方をすごく教わりました。あまり、えー、メディアで見る、えー、柳井社長のイメージからは、えー、そういうイメージを持たれない方もいるかもしれないんですが、うん、一時期、えー、まあ、多分激務だったってこともあってですね、うん、あの、ユニクロさん、あの、店長さんの退職率が、 高止まりするっていう時期が。あって、一部メディアからも、ある意味、ちょっと叩かれるというか、バッシングのような、ことを、えー、言われた時期があったんですね。はい、で、それで、あの、全国の、えー、店長が、ま、心を痛めていて、で、実際に辞めてしまう人も確かにいたんです。うん、で、その時に、あの、私、えー、人材育成の部署の、あの、部長を当時務めていたんですけど、柳井さんから我々の部署に落ちてきた、えー、ディレクションがですね、 日本全国1000人の全員の店長と僕は会うと。で、会って直接対話をしたいということで、うんはい、えー、銘打ったのが店長30人塾という、はい、えー、柳井社長と、えー、現場の一店長がダイレクトに、えー、プライベートの悩みから経営上の悩み、キャリアの悩み、どんな悩みでも、えー、柳井社長にダイレクトに相談してほしい,いという場を、えっ、ー、と、我々サイドから提案したんではなく、 柳井さん本人から我々教育部に命じて、そういう場を設けてくれっていうことをおっしゃったわけですね。で、まあ今話にありましたけど、日本一の資産家で、はい、今世界第3位のアパレルではグローバル企業のトップが、えー、日本800店舗、850店舗ぐらいのところにいる1000人の店長と、本当に1年間、1年半ぐらいかけたのかな、当時。本当に全員とお会いされたんですね。えー いや、大変お忙しいですよね、いや、もうとてもじゃないですけど、嫌ない社長の時間をいただくっていうのはなかなかやっぱ難しいんですけど、はい、なんだけど、その時間が一番自分にとって大切なんだという当時優先順位付けをなされて、で本当に全員とお会いされたんですね。でなので、まあそのセッション全部同席していましたけど、なんて言うんですかね、本当に社長に悩み相談をして、 えー、こんなことを柳井さんに相談していいんですかって恐縮しながら相談される店長の方もいたわけですけど、それに本当に最後まで親身に相談に乗られていて、店長の中には本当にナイビを流してしまう方が一人や二人じゃない。は<ー>なので、で、結果、本当すごいなと思うのが、えー、それで一年半ぐらいで退職率半減したんですよ。は なんでやっぱ本当に結果も出すわけですね。なるほど。なので、すごく実はあの人にえ大変熱いところがあって、で、そんなあの背中を見ていると、その心に火を灯すということの大切さ、それをまあ大変再認識させられるような、あのそんな体験に私になっていて、それがまあ今の授業に本当にそのままま繋がってるって感じですね。なるほど。だもしその時のあの社長の判断が、えちょっと1割ぐらい給料上げてくれよ。 店長たたたちにだっっら全く違ってた、うん、おそらくそういうオプションも取れる会社だったと思うんです。はい、待遇を改善するとか、はい、そういうあの対処両方的なアプローチもできたと思うんですが、一番時間と体力と精神力がかかる、その選択肢を、やっぱあの方は選ぶんですね、<あ>そういう時<ー>で、変な話ですけど、周りも、いや、さすがにそんなにお時間ないから、はい、そんな全店長と会うなんて時間取れませんよっていう風に、やっぱ外野でも言う方もいるんですけど、 でもそういう声をある意味制してですね。はあ、何を言ってるんだと。はあ、これよりも大切なことはないだろうっていう判断をして、なのでもう本当に年間あの柳井さんの秘書との方と相談して、年間でその店長30年軸のスケジュールを帯で押さえさせていただいたっていう。はあ、その時やっぱすごいこう取り扱ちましたね。はあ、すごいですね。それで、まあ一体一つ。 困難を乗り切ったと。そうですね。あの、やっぱそのカルチャーが、えー、あの会社にはやっぱ浸透していて、現場第一主義、お客様第一主義っていうのが、なんか口だけじゃない。経営トップがそれを自ら、あの、模範となってやられているので、なんか嘘がないですよね、そこに。それはやっぱ僕すごい好きな部分でしたね。あ,ありがとうございます。さあ、そして前田さん。はい。なんか、あの、商売はお客さんのためにあるっていう精神。うん。そうですね。まあ今、あの、 本当に現場主義って話もありましたけど、本質でちゃんとあの商売をやるっていう、そういう姿勢はすごくやっぱり学ばせてもらいましたね。やっぱりそのユニクロの商売っていうのを考えた時に一番大事なのって、やっぱり商品である、まあ洋服の品質、それから買いやすい価格、で、あとはお店の、まあ綺麗なお店、で、あとサービスですよね。まあやっぱそれがあの、まず一番本質の要素だと思うんですけれども、やっぱりその、 もちろん、ブランディングとか、広告とか、まあ、そういうものも、あの、一緒にちゃんと、えっ、ー、と、商売として、宣伝はやっていくんだけれども、はあ、そうじゃなくても、その本、本質って言うんですから、商品そのものと、お店そのもので、もうユニクラ勝負するんだっていう、まあ、それが第一にあるっていう、このスタンスはやっぱりすごく勉強になりましたし、やっぱ、すごいかっこいいなと思いながら、はい、働いてました。あ、そうなんですね。はい、だもう皆さんも、虜になってますよね。確かに。 他の企業さん外資系のやつこうたまにやったりするじゃないですかこの番組で意外とみんなすごいなっていうけどもう戻りたくねえなみたいな人が多いんですけどそれを感じさせないというかあの時代は今,今は経験したくないなみたいなことが多いんですけどなかなか皆さん周りから見てると辛そうでしたけどあれだ皆さんそんな。 辛くなかったですか<の>もう辛いか辛くないかで言ったらですね、まあ大変ですよね。大変 <laughs> ええ。こ<あ>れは大変なんですが、やはり、えー、完全実力主義っていうああ、えー、人事制度を歌っておりますので、やっぱ自分がその気になって頑張れば頑張るだけ世界中で若くから活躍できるチャンスをもらえるわけですね。うん、なので、まあもう一つのカルチャーとして、えー、よく大きな服を ささせるっってていう文化があのユニクロさんはあってですねその方の身の丈に合った洋服を用意するんではなくて、例えば、吉村さんがユニクロの社員だったら、吉村さんの今の実力、経験値からすると、多分、S サイズとか、例えば M サイズとかの洋服が今の年齢だったらちょうどいいなっていう風に思うような洋服が多分普通は着させる企業が多いと思うんですけど、あの会社の場合やっぱ一風変わっていて、吉村さんと。 あなたの将来のポテンシャルを見越して、L サイズ。場合によっちゃ XL サイズ。トリプルハチみたいな服を着てくれないかっていうオファーを出して。で、それを着た後、その体のサイズに合うように自分の体を大きくしていくっていう。そういうなんか修羅場体験というか。だから、吉村さん、じゃあ冠番組やりませんかみたいなことですね。まさにそうです。まさにそうです。へえとか、1年目の芸人に、じゃあいいですよ、OB の MC。 やってみてもいいんじゃないかと可能性があります、ね。じそれこそなんか紅白の司会やってくださいみたいな。ええー、<laughs> ちょっともう大きすぎまして。<laughs> <laughs> ガンダムスーツぐらいの俺い <laughs> いやでもそういう意味では35歳で執行役員になったって話ありましたけど<ー>まさに私はそのダボダボの服を着させられたんだなって今振り返ってみると思いますね<ー>でその服に必死に合うように自分の体をこうパンプアップしていくっていうことをやはり日々頑張っていくっていう、えー、そういう仕組みがやっぱ魅力ですよね面白いそうそして今西さどうですか柳井さんのすごさいろんな話出てきましたけども やっぱあの、現場サイドで強烈に感じるのは、はい、本当に細かいんですよね。もう神は細部に宿るじゃないですけども、例えば、